というわけでようやく3日目ですで朝ごはんはセブンイレブンで買ってきたパンで朝ごはんでしたも餅つけとは何でしょうかああさっきの感じか私結構これ,これ好きなんですけどねでもこれってパンじゃないですよねあんまり焼きそばがなんかオムレツっぽいもので巻かれてるだけですからね夕飯のメニューは一応野菜ゴロゴロスープってやつです 本当にゴロゴロしてました。いや、秘密。で、この日も晴れてたけど、晴れてたはいたんですけど、空気がかすん,んでたんですよね。で、この日は、カの、寒ケっていう、えー、っと、この小豆島の最高峰に登りました。遅い。え、止まったのはここのところで、で、ここは寒河系です。 標高最高で8 0 0ル近くまで行くんですよねえーっとパンには次旅うんまあ年末は行くつもりです沖縄方面考えてますけどまだあのチケット,ケット取ってないんですよ小豆島の海で海水浴場はあったかなでも見てない気がするなお好み焼きパン結構前からあるんですよねあれ あホームページあります。ってことは店構えとか店内の様子わかるのかな文字通り霞んでいました。感覚系か。唯一の、すごいね、唯一なのか。で、朝の醤油工場を通って、で、あの、前日にですね、急いでその店に、あの、いいとって店に向かってたんで、スルーした店があったんですけど、これ何の店だろうと思ったら、あの、食堂でしたね。 何料理だったっけスペイン料理だったっけ中地中海料理か。でもんでかこっちのとこにはあのよあの洋服店って書いてあったり、でもどう見てもこの洋服店は洋服店として機能してないですよね。で、あとこの辺りですね、民家なのか分かんないですけど、こういうあの濃い色の板張りの壁が多かったですね。あのこの建物だけかと思ったら他にもいっぱいありました。こっちの店があんこっちでも食べてみたいですね。 メニューは読めるかな読めないですね。こういうときには、元画像のフォルダをさっき開いといたから、えー、っと、あれどこだこれか。あ,あ、ダメだ。<laughs> こっちでプレビューにして、これでいいかな。ああ。 よっとこんな感じって見えるかなスペインの田舎料理ですね。結構やりづらいな、これ。作りの家。多分昔の家だろうと思うんですけどね。新しくこういうふうに作ったのかもしれないけど、そのあたりが見破れ、見破られない。見破れない。えー、っと、鹿児島から古賀までか。 割と寒いんですよね、九州は。沖縄ぐらいまで行かないと。予約、ん予約役で、枠で。えっ、ー、と、あ、そうそう、長屋ってコメントありましたね。そうそう。ヨーグルトの文字が今ありましたかね。醤油蔵。どうかな長屋なのか、そう、かさで、かさで坂じゃなかったですかね。かさで、そう、坂。 一応、解分になってる。で、えっ、ー、と、この写真はですね、登り始めたところで、あの、ダムの園庭にいたところです。確か、こう、電波で、電波があまりなくて、ほとんど映像にはなかったような、映像は出てなかったような。えっ、ー、と、これ、これですかね。なんだっけ内のみダムでしたっけ内見じゃなくて、内のみでしたよね。えっ、ー、とレ、あ、なぜか800円ぐらいでしたね。 鮮明化、刑事ドラマの鮮明化という文字列の意味が理解できない。どういう霞んでるから山が、そうで、上から見るともっと霞んでるんですよね。あ、一応見えたんでしたっけそう、海のすぐ近くのダムなんですよ、これ。で、途中は、間隔形といったら猿ばっかりなんで、途中猿見ました。あ、でもそっか、写真撮ってないか。 あ動画の場所が、動画の場所検索してこけばよかったな。まあ、猿の絵があったり。あれは内海と読みますか確かうち,うちの実じゃなかったですかね。宇ちのか内海か。えっ、ー、とあの、海の方の写真は残ってないんですよ。私が覚えてるだけです。あ、途中から。で、えっ、ー、と、これあの、こういう、高運転っていうのはロープウェイの駅の方に向かう道なんですけどね。 の分岐のところでちょっと休憩してあの1日目の夕方に買ってきたえー、なんだっけ小豆食堂のマフィン食べましたあれ5種類買ってきてもう区別つかなくなってたんですけどこれがあの初日に食べたやつでしたねホワイトチョコとクルミのマフィンやっぱりすごくおいしいん赤い赤い予約枠で 予約枠でっていうのは年末の放送ってことですかねだったら多分そうすると思いますけど、いつも前日にはできないんですよね。本当にその時間にスタートできるか自信がないんで。視覚的に、あ、そうですかね。確かにろくな光で写真撮れなかったからな。すごく良い感じの。紅葉がまあまあこんときれいに見えてましたね。で、登ってる途中のなんとかの、なんとかってお寺です。 なんとか、なんとかがたき。多分あの、小豆島88箇所の札所だと思うんですけどね。口の中の、あ、お茶も持って行ってました。で、紅葉がこんだけ綺麗に見えたのは、ここの辺りだけかな。あと、紅葉はですね、逆光じゃないと、あの綺麗に見えないですよね。吠えられなくなって、いや、大丈夫ですよ。あの、単にワンちゃんがいないとこ通ってる時に吠えられないだけであって。 普通、えっ、ー、と、仏敵、仏敵ですかね。ちょっとまたさっきのあれやってみようかな。えっ、ー、と、確か。こっちでプレビューやったら分かりづらいから。えっ、ー、と、ピクチャービューは違うな。ウィンドウ w s これだ。これで拡大できる。おー。あ、よく分かりましたね。合ってますね。 20番札所、仏敵ですかね普ヶ敵ですかねおお、すごい。えー、っと、緑が、うん、そうですね。上の方は逆にあの、もう赤,赤黒くなってたんですけどね。私の方が。んえ、今 ORG って何の話ラ・フランスには今年行ってるので、しばらく行ってないですね。一番最後に行ったのが3年ぐらい前じゃなかったかな。陶芸器に行った時に。 徳密が1年半かけ、徳光って誰だったっけえー、徳光って誰だったっけズームイン屋さんの人でしたっけフォルダに、あ、あれ、オリジナルって意味です。あのー、これですね。こっちが縮小してアップロードしするやつで、こっちがオリジナルの方って、まあ、どうでもいいですね <laughs>。あの、ピカサのウェブアルバムって横に、あの、長編が2048までは無料なんですよ。 それを超えるとあの、容量がカウントされるんで。で、これがさっきの内海ダムの方ですね。で、もうすでにこの時点で霞んでます。かろうじて、まあ、港の方見えてますけどね。霞んでると。ただ、景色としてはもったいないんですよね。で、途中なんか白い建物が見えてきて、何かと思ったら、 太陽の丘っていう、えー、廃墟でした <laughs>。これもなんか潰れちゃってるみたいですね。結構前にもうこれはなくなってるみたいです。何の施設だったか分かるんですけど、レストハウスだったのかなそう、なんか別荘も潰れてるし、小豆島なんかこういうところ目立ちますね、最近。最近というか私2回目ですけど。雲海に、ああ、白く見えるんですね。エロフォルダーは、 もう最近フォルダーはいらないですよね。オンラインですよね。あ、そうそう、バブルの話で言うと、あの、ライダーハウスがあった、あそこ、あの、小豆島ビラっていうところもやっぱりバブルの時期に建てられて、で、今、負債8億円で潰れちゃったみたいなんですよね。えっ、ー、と、この写真は何で残したんだっけ落ち葉が積もってるからかな。小豆島。いや 特にこの日、あの私これ月曜日に勇気を取って登った日だった,日だったんですけど、この日はなんか観光客一番多く見ましたよ。朝早くは全然車来てなかったけど、途中からどんどんなんか観光バスがやってきて、コムレビーでとあの、これも間隔系のロープウェイのてっぺんなんですけど、標高でいうと、いっぺんここのピーク越えて、ここだったかここだったかがさっきのロープウェイの駅があるところです。 で、展望が効くのはこっちの方なんですけどね。で、ロープへェイの駅について。で、この通り。ちょっとあの、この辺りからあまり展望はなかったと思うんですけど、これロープへ乗ってないとあの、展望ないんですよね。廃、は、墟、い、には。あ、落書き見てないですね。経済事情がそうですね。日帰りできるから。 あ,あ高松の方からですかね。もう金曜日そうやそうだった。日付的に言うともう、えー、今0時過ぎたから明日土曜日ですね。で、この写真、もうちょっとなんか撮り方あったんだろうと思うんですけど、あのー、もうだいぶ上の方に来て寒くなってたんでおるこいただきました。250円。しかしこれ、この状態で撮ると美味しくもなんともなさそうですね。多分写真の撮り方としては最悪だと思います。 あ、ロープウェイ乗ってないです。昔来た時には下りが寒かったから、あの、登ってきた後に下りをロープウェイで下るってなったんですけどね。十二人の生徒さんに、私それ見ても読んでもいないんですよ。これおしるこです。ちゃんとあの白玉が2個入ってました。3個だったかな。そう、この写真はないですね。いくらなんでも <laughs>。器の、まあ、それもありますかね。で、あとですね、これ。 ロープウェイが登ってくるの見るとすごいんですよ。満員電車でした。まあ、電車じゃないけど。人がいっぱい詰まってるんですよ。月曜日の昼間なのに。多分たまたま観光客が、あの、ツアーが多かったんだと思うんですけどね。えーと、晩餐コーヒーなし <laughs> ちゃんとあの、お餅入ってますから。すし詰めでした。オフィス、オフィスオフィス。あ、さっきのこれか。そうですね。 ロープへのそう、内側に入ってしまった人、景色見られないからもったいないですよね。うん、多分バスツアーがたくさん来てたんだと思います。で、えー、これ登ってる途中に、あ、ちなみにこの辺りも電波なくて放送止めてるんですけどね。あの、例のトイレです。紅葉シーズン、もうそろそろ終わりみたいですけどね。んえっ、ー、と、望遠鏡。煙突望遠鏡ってどれだっけあ、これか。 で、これが例の1億円トイレです。なんか無駄遣い無駄遣いって散々言われてますよね。で、中はこんな感じ。あの、そんなになんか金キ,キラ金キだったり芸術品が飾ってあったりするわけじゃなくて、で、こう書いてあります。1億円トイレって書いてどうもなんか1億円って言われたくないらしいんですよ。そんなに1億円1億円言うなっていう、 感じが文面から感じられるんですけど今となっては珍しくない設備ですが冷暖房床暖房ん冷房完備か床暖房オーシュレットなど最新の最新設備でしたので、えー、費用にちなみまして1億円トイレと決してお金がかかったことをそのひけらかしてるわけじゃないんですと <laughs> 書いてあるんですよん大丈夫ーーのド,ドアあ外そうそう自動ドアですね ん快適でした。普通でした。まさに普通でした。何年前に作ったんですかね、これ。女性用パウダーコーナー、母子コーナー。床暖房、土足、そうですね。<laughs> よっぽど言われたんでしょうね。故郷再生。多分そのあたりだと思います。で、この後、えー、近くの四方なんて、司法坊っていうところだったかな。 四方を望むって書いて四方棒っていうところがあったんですけどそこで見た景色がこれだけど白いんですよ向こうの方この真っ白なのがあの海のとこですねで向こうが真っ白でこっちはちょっと暗いもんで色が全然出ないっていううーんちょっとこれ <laughs> 紅葉の写真にしてもったいないですよねんその感じがんどの感じが昭和60そんな前でしたっけ 私がまだ大学、高校の頃か。えー、っと、ああ、近海もありましたね。で、この後、えー、また一番高いところに登ってきたのがここです。ここは、えー、なんて言ったっけ。大観房っていうところですね。で、このバイクの、これお二人なんですけど、あの、おじいさん二人がカブで、あの、テント装備でバイあの旅行してて、 話を聞いたら前日は、あの、野宿したって言ってました <laughs>。あの、オリーブ公園っていうところが、草壁港っていうところの近くにあるんですけど、そこで野宿して、あの、夜はすき焼きしたとか話してましたね <laughs>。あ、そう、大観望、大観望の阿蘇にもありますね。あとは、箱根じゃなくてあそこどこだったっけ確かあそこも大観望って言いませんでしたっけ岩原から登っていくところ。 将来の、そう、株にあのマット積んであるんですよ。促進物。で、前来た時、ここあの雪がガチガチに凍ってて、すごい怖かったとこです。で、今見るとこんな感じ。白いです。あ、富山にも。いいですよね。あ、そうか、あれ大観山か。あの、観光の観の大観山ですよね。そうか、あれは大観坊じゃないか。 まあでも自転車も70になってもできますからね。で、いまいち、色的にいまいち。うん、大観山ですね。あと、こっから見えたあの、この建物。ちょっとあのむ、向こうの方の山のてっぺんに出っ張ってるんですけど、これって多分、あれですよね。多分これ。 あの潰れた別荘地のリゾートマンションだと思いますえー、っとこれか島とはそうあのそんなに大きくない島なのに山高いんですよねん入れ歯でかつらん普通というのはこの頃ずっと九州はあの空気が霞んでるってことですかねでえー、っと近くには あの、さっきの景色っていうのは、あの、南側の方の景色なんですけど、北側の方が見られるあの、これが四方座し展望台っていうところかな。これも昔来たことある。ああ、屋久島にはまだ行ってないんですよね。いまいちなんか、交通費とか、タイミングとか、あの、うまくいかなくて。ああ、PM か、なるほど。で、これが岡山方面。 全く何も見えなかったです昔来た時にはですねこの辺り水平線があってであの岡山の方の市街地の,あの街の白いのとか見えてたんですけど今回本当にもう海すら見えなかったですでこの左右にこうなってるのはこの手すりんとこですねパノラマで撮ったんで残念でしたえーとあと4分かあと4分じゃ間に合わないな、まあ次役に出っ張って終わったらそこで切るって感じですかね あ前の写真、えー、探すのに時間かかります。用意しときゃよかったですね。で、えー、防寒具着込んで下ってきたところが、この辺り。景色的に言ったらこっちの方がいいですよね。これ前日に、あの、なんだっけ、農村歌舞伎舞台っていうの行った辺りが、この左手の方なんですけど、この山の上から見る田んぼの景色が私は一番好きですね、この辺りで。あ、次が来までに。 探してみるかなわかりました。うん、もうあの、半端になってしまうんで、今日終わらせます。でこれも同じところからの写真かな。ここからこう下っていって折り返して下に降りていきます。ここにもなんか小さい山ありますね。もう眠い。で、この後、市街地の方にあの下っていくんですけど、ここからもあの、 観音様観音様で合ってますかね見えてました。明日も。いや、もう今日で終わってしまうと思います。で、拡大するとこう。これなんか女性っぽいから観音様ですよね、多分ラズボス。<laughs> ちなみに、こんだけの大きさがあります。下の建物から見て分かりますよね、大体。マイク。ハスか。 でこれあのさっきの裏道のところからあの剣道に戻るところなんですけどねこれ、ガードレールに、これ何ですかね、あの稲穂ですかね、こういうのはも,もみっていうのかな、もみ柄もみあの全くガードレールが見えない状態まであの利用されてました。<laughs> 向こうの方にこのガードレールが出てきてるのがわかりますけど、あ、わらですかね、こういうのは。 そうあの場所によっちゃあの大根干してあったりしますよね。三浦半島の方とかも、確か県崎灯台剣、剣崎灯台のあたりがそうだったはず。ぶつかってもそうですね。てかあのガードレールの白いのが見えなくて、視覚的にはちょっと問題あるんじゃないかな。そうそう、なんかガードレールとかよく使われてますよね。ほあの、星、星場として。三浦半島でも見たことあるし、どこだったかな。鹿児島かどっかでも見たことあるな。 で、えっ、ー、と、1時前にもう、都のの方に戻ってきました。これが例の世界一狭いと、と世界、ん世界一狭い海峡ですね。で、急いで戻ってきたのは、あの、2日目に感動したうどん屋さんが2時までだからです。で、間に合いました。で、やっぱりめちゃくちゃ美味しいです。この時は、えっ、ー、と、ぶっかけの冷や、ぶっかけ台の冷やと、えー、レンコンの天ぷらと、あと、 前日食べなかったんで、おでんを。これで全部で800円、800いくらぐらいでしたね。ん土木海峡、なぜ土木えー、というわけで、あー、半端だなーでも、この後もうちょ、もうちょっとだけ話があるんで、次枠の10分分ぐらいかな。一応、次枠やります。途中で終わらせます。 そう、あんなに感動したんだけどブログとか検索しても大して評価ないんですよねじゃあ次枠でお疲れ様でしたおいらっしゃいませ写真探すの意外と手間取ってしまったじゃあさっきのこの辺りから表示とこうかな いいらっしゃいませ1分からまたやります1分から始めますいらっしゃいませ多分10分ぐらいだと思いますこの枠は大岡山からいらっしゃいませ上大岡とあの区別がつかない大岡山からいらっしゃいません麒麟があこれか 気にさなしゃいません,ん青ヶ島ってどこでしたっけあ、じゃあ始めます。日々の疲れを。えっ、ー、と、これ今、あの、このスライドショーも後で YouTube に上げるために録画してるんですけど、あのデスクトップ録画アプリで。私の声って本当になんかあの眠くなりますね。なんていうか、えー、高音成分がない。 自分で聞いてたそう思います。んあなたの話題はどれでしょうそう、結構そう思いました。で、9年前の写真先探してきました。これです。9年前に来たときにはですね雪、ま、雪が積もってたんですよ。で、これもう今、今はなき、あの、チタンフレームのマウンテンバイクですね。 で、当時はこの、ストレートタイプの携帯使ってましたね。あと、白黒の紙使ってましたね。懐かしいなぁ。ロボイスロボだからか。ん声変わり。覚えてないなぁ。そもそも何年生だったかも覚えてないなえー、と、これ12月29日です。9年前の。で、 さっきのあの展望台は、まあ、変わらないですけど背景が違いますね。で、あの向こうに岡山が見えるって言ったのは9年前の写真これです。はっきりしないなぁ。まあ、解像度高くないですからね。一応メガピクセルだけど。そう、パナチタン。えーっと、あれ島道情報か、島道情報。当時の。あ、一応写真あったんですけどね。まだ開いてたっけ ああ、開いてないや。そう、珍しくなる自画像、自分写真が一枚だけあったんですけど、特にコピーしませんでした。これが岡山の方。まあ、少なくとも海は見えてたんですけどね。今回は、今回は、えー、こうでした。海が見えませんでした。そう、島戸城港。いや、えっ、ー、と、ピカサにはあげてないです。さっきあの探してきて、このスライドショー用にコピーしただけなんで。 えー、まだジーンズでどうだったっけそうかも。いや、パナチタン買ったってことは、多分服装も自転車用にしてた頃だと思います。じゃあさっきの写真の続きから。ん久しぶりにニコ生に来たら、あー、銀座ですね。私はなんかいつの間にかもう銀座に切り替わってしまってたんで。あ、そうだ。で、あの、その、 このうどんがものすごく美味しかった店なんですけど大峰、大峰のうどん屋さんって言います。で、相変わらず美味しいなと思って、相変わらずで2日目ですけど、やっぱうまいなと思いながら食べてたら、壁にこんなのが貼ってあって、お土産が。で、今回の,今回の旅行っていうのは、一応、あの株主優待券で飛行機で来たんですけど、その優待券をいただいた島田さんという方に、これを送りました。 えー、この麺の訪れセット生麺なんですけどねただ家庭で茹で,た茹でたとしてこの味が出るのかどうかわかんないんですけどねで、まあ、今回の旅行の中で一番美味しかったと思ったんであの送りましたで送ったらおまけでこれもらいました <laughs> うどんかりんとうかりんとうって言ってますけど甘くないんですよ全然どちらかっていうとあのポテト系の味でしたね えーと、ちょっと待ってください。大都会は雲隠れして、あー、岡山、今回全然見えなかったですね。いや、昔のはどうだっけ昔のはやったかどうかもう覚えてないですね。雪が降ると、氷りが、空気が、あー、なるほど。んカツヒコッターでつぶやいたとは一体何のことかわかりません。あ、さぬきの夢。 まあ粉の味がどんだけこの美味しさに影響してるか私は判断つかなかったんですけどむちゃくちゃ美味しかったあ,あ偽装のここの工場はあのえー、麺のなんとか協会の会長さんが社長らしいんでそういうのは多分ないだろうってことでした、まあ、私が保証する話じゃないけどしあの魂の島田さんですかつひっここれは何のネタだ そう、コンソメ味と蜂蜜味と、あといくつかありました。ん夏にうどんの絵。多分これがうどん揚げたものだからです。味は本当にポテ,ポテトのあの揚げ物の味なんですけどね。多分うどんじゃないですかね。材料は。うどんスープ味か。まあ確かにスープは、あ、でも私ここのスープた飲んでない。二日連続でぶっかけだったから。あの、冷たい方が、 あの麺の歯ごたえ美味しいんですよね。会長と関係そうなのか。まあ、私はそのことを知らないんですけどね。で、東証庫に戻ってきて、でも、えー、っと2時半のフェリーで岡山の方に渡りました。で、このフェリーターミナルの2階がですね、なんとか芸術祭っていうあの展示をやってて、これ1日目に来たときには撤収中だったんですけど、3日目にまた戻ってきたら新しい展示になってて、 これ何なんでしょうかねこの旗はですね、小豆島の形を裏返しにして、いろんな色を塗ったものらしいんですけど、これ何でしょうか多分人を表してるんだろうなと思うんですけど、ちょっとあと難しいですね。あとこんなんとか。これもなんか小豆島にいろんな色が塗ってあって、 あと、向こうの椅子がですね、あの、ふさふさだったり、蛇側だったり、難しいです、ちょっと <laughs>。どういう表現なのか私に理解できなかったです。パスタ。なんか、このフォークなんかパスタ用とかっぽいですけどね、どうかな。でも、こんな長いのはないか。人を食べる、なんでしょうかね。衝突芝がこんな風に塗ってあったり。こみに置いてった。 で、ちょっと早く来すぎて、確か1時半ぐらいに着いて、で、2時半の,あのフェリーのチケットは30分前にならないとあの売られないんですよ、なぜか。で、窓口それまで閉まってます。で、チケット買って、で、岡山行きのフェリーに乗りました。で、これ一応乗り込むところ30分だけ放送したんですけどね。なんかえらい痛そうな指詰め注意の、あ、閉まった。ずれる。ずれる。 これでいいか。えらく痛そうな <laughs> 表示があったんで、思わず写真撮りました。これってよく使われてるんですかねで、あとこのフェリーはですね、あの、しまなみ海道の途中にある、この大三島っていうところで作られてるみたい、作られたみたいです。大三島に造船所ってあったっけ多分あるんでしょうけどね。現代アートはどうなんでしょうね。本当に自分理解してないから何とも言えない。 そうですね。で、あれ小豆島後に来ました。で、この後30分ぐらい中で昼寝して、で、えっ、ー、と岡、新岡山港に降り立ちました。新岡山港っていうのは、場所的に言うと、とっとっと、こう行って、ここですね。で、ここから、あの、ずっと、 1 0キロぐらいで岡山,岡山駅まで行きます。で最初あの、えー、その駅行きのバスにもう輪行して乗ってしまおうかと思ったんですけど、ちょっと時間早すぎたんで明るいうちは走っとこうと思って、自転車畳まずに乗り,あの乗り込んでました。ん ?BGM がないえ、今日ですかあれ ?BGM 入ってないですかいつも通りの設定のつもりだったけど、 登ってるあこの人がですね。え、今日 BGM 入ってないあ、流れてますよね。良かったというか、まあ、いつも通りなのにおかしいなと思っただけなんですけど、了解です。で、岡山に、岡山の、に降り立ちましたが、この写真は私が撮った写真じゃないです。この時はあの、こういう写真撮られてました。 えと関西の私鉄は指詰め詰めるって言うとやっぱあんな感じがするからかなで次の写真はもっと近くてこんなんです全然気づかなかったこの時はあの岡山えー、っと岡山県でいいのかなあのマロさんという生主さんが片道 50km 走ってきてたらしいんですよでん ?GoPro 買いました あ、買いましたってあの3プラスは買ってないです。私の頭についてるのはこれ GoPro3 です。で、こんな格好で私はあの島を一周走ってました。そう、マロさんです。これ昨日あのマロさんから差しもらったんですよ。ん昨日、一昨日昨日か。で <laughs>、 えっと、ツイッターでそういう報告あの、マロさんのツイートがあったっていうのを、あの、コメントで聞いてはいたんですけど、私から全然見えなくて。で、川沿いずっと岡山の方まで走って、で、途中の、まあ、市街地入ってからなんですけどね、この街の温泉に、あの、銭湯に入りました。410円だったかな。小さい石鹸買って440円。で、この時に一応私もツイッターで、あの、 この後、岡山市街に向かって途中の田町温泉で一袋浴びることだなとか、あとコメントで教えてもらった、なんだっけ、野村っていう店でデミカツ,デミカツ丼を食べることだなとか一応書いといたんですけど、そうそう、マグナムピンの。で、私が風呂入ってる間、私の自転車の写真撮られてました。同じ場所ですね。この横に私置いといたんですよ。 で、風呂から上がって、そのコメントで教えてもらったデミカツ丼の店に行ったんですけど、途中でですね、ロードバイクに乗ってて、あのヘルメットかぶってて、背格好から顔からどう見てもマロさんっていう人とすれ違ったんで、会って行って、私が振り返って、自転車をくるっと反転させて、で曲がり角の方に戻っていったらもういないんですよ。で あのマルさんにすれ違いましたねってあのダイレクトメッセージとかであツイッターツイッターかツイッターで書いたんですけどその後ダイレクトメッセージですれ違いましたっけって書かれてあれは冗談なのかまさかドッペルゲンガーみたいな人とすれ違ったのかよくわかんないんですよねでその後マルさんはツイッターであのお米の特売があるから先に帰ったとか書いてましたねこの通り多分これがあの買ったお米なんだと思います った証拠 <laughs> で私の方はあのー、まあ無理に追いかけたりするのしたりしない人間なので入浴者映してないですそれやったら普通に犯罪じゃないですか銭湯の中の盗撮をでこれコメントで教えてもらったデミカツ丼こっちがあの卵とじカツ丼でこっちがヒレのちょっと200円高い方か高い方にしたんですけどね ヒレのデミカツ、ドミグラスソースカツ丼って書いてあったかな、正確には。で、このセットが1千四百4 0 0円だったかな。で、プラス100円のサラダつけて。そう、カツ丼プラスカツ丼。あの、一個一個は小さめで、2つ合わせて大盛り分だそうです。えー、と、これ私が食べた分です。で、美味しかったんですけど、美味しかったんですけど、厚並み、あの、 デミグラスソースの方がこうなってますソースの下に、あ、まあ、あの、とんかつのようにソースかけてあって、で、下に、あのゆ、ゆでキャベツが敷いてあるんですよ。で、美味しかったんですけど、やっぱこっちの方が美味しいなこの食べ比べて分かったんですけど、今回私が食べた感じだと、やっぱこっちの方が勝ってる感じでしたね。名物はこっちなのに。まあ、人それぞれですかね、この辺りは。 胃袋丼物が、そうそう、定食なんですよ、これ。えっ、ー、と、特売の米、そうそう。なんか無理にあって、あの、合わなきゃいけないみたいな感じになるのもちょっと、まあそうでもないかなと思ったりするので、私も。米。<laughs> うんソースは甘いというか、なんていうんですかね。酸味が意外と少ないんですよね。あのデミグス、デミグラスソースって。うん、そうそう。 えっと、路面電車は見たけど乗ってないし、そういえば路面電車の写真も撮ってないな。で、その後岡山駅まで行って、そしたら岡山駅があの、多分これクリスマスが近いからですよね。もうめちゃくちゃ光ってました。あとこれ桃太郎の像なんですけど、あの、イルミネーションで桃が追加されてました。これどうなんだろうな。 成人してる成人してる像だから桃があるのはおかしい気もするけど。んひ猥いな。ピンク色だからか。で、このツリーの真横でパッキングしました。あ、そうだ。あともう一つ、この時の話があって、あの、この写真撮ってる時ですね、この左側の方に女子高生の10人ぐらいのグループかながいて、 で、その中の一人が、あの、私に向かって、どっから来たんですかっていきなり話しかけてきたんですよ。で、日本一周ですかって聞かれて、いや、そうじゃないんですけどっていう、なんか、歯切れの悪い回答を返して、多分格好からして、その荷物が多いから、日本一周してる人だって思われたんでしょうね。で、あのど、どっから来たんですかって言われて、横浜の方って言ったら、横浜ってどこだっけ 神奈川ってじゃあ、神奈川ってどこだっけとかいう話になってきて、神奈川知ってる桜木町ですよねとか言われて、そう、そのあたりっていう、全然そのあたりじゃないんだけど、そういうふうに、あの、やりとりしたりして、で、ちょっと話が途切れてしまったところで、じゃって言って逃げてきました。いやー、かっこ悪かったな <laughs> というのは、さすがに写真残ってないんですけどね。次、私も話しかけられるぐらいになったかと思いましたね。 ハッキングしましまた経過時間8分ちょいかなそう逃げるように <laughs> そこでなんか面白い話とかできないんですよね旅行して広島大阪ああですかね広島だったら西の方ですよねいやギャル系じゃなくて普通の女子,女子高生たちでしたで新幹線のなんだっけのぞみかのぞみに乗って あの指定席は空いてるみたいだったんで、自由席にしたんですけど、結構いっぱいでしたね。で、横浜まで帰ってきました。帰り着いたのが10時半ぐらいです。えっ、ー、と、お小遣いちょうだい。配信みたいに勢いで、え、勢いで嘘言ったことありましたっけいや、GoPro はもうその時は、うん、撮ってなかったですね。いや、うん、撮ってないですね。あの、風呂に入るところまでしか確か GoPro 撮ってなかったです。 で、ただ帰りの時ですね、平日だったんで、ここの隙間になんとか置かさせてもらいましたけど、かなり、あのー、恐縮でしたね、あのー、新横浜からだったから、自走してもよかったかもしれない、で、これは私のすぐ近くの中山駅です。んと、いつも発車するまで、そうですね、荷物置いてたら大体発車する時間になって、気まずいですよね。 これ自走,自走した方が良かったかもしれない。いや、駅からもう、リン袋担いで帰れるくらいに近いんで。うん、もうちょっと遅い方が良かったですかね。ただ、もうそろそろ本数が減ってきてる時間帯だったんで、ちょっと、やや無理やり乗り込んだかな。一応人にぶつかったりはしてないんですけどね。というわけで、振り返りは終了です。まだ18分あるけど、これで終わります。発送かー。 それやったことないんですよね。荷物を送るけど、自転車自体は必ず、あの、持って帰ってくるんですよね。改めて、そうでしょうか。ありがとうございます。テールライトのショットまで、なんとなくですね。じゃあ、ということで、えー、放送はこれで終了します。今週末どこ行くか全く考えてませんけど、年末は多分またどっか行くと思います。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさいませ。ん行きは、ああ、やりますよね。